大学の日本一取った時もやっぱり日本一っていうのはとても嬉しくて、まあ、何度でも取りたいタイトルだなっていうふうに思ったので、それを今度はプロで取りたいなと思ってます。悔しさを力に変えた中野修斗が見据える今シーズンの目標は、1年目からしっかりとチームの勝利に貢献できるように、そしてやっぱり去年開幕戦の悔しい思いをした分、そこから成長したというところをしっかりピッチで見せれるように、頑張っていきたいと思います。